口から入ったでんぷんはまず唾液によって消化されます。その後食道を通り胃に到達しますが、胃では消化されません。また胆のうから出てくる胆汁でも消化されませんが、膵臓から出てくる膵液では消化されます。さらに消化管を進んでいき、最終的に小腸から出てくる消化液によってブドウ糖に分解されます。タンパク質はデンプンと違って唾液によっては消化されません。食道を通り胃に到達した時に胃液によって最初の消化が起こります。胃を通過した後、胆のうから出てくる胆汁でも消化されませんが、膵臓から出てくる膵液では消化されます。さらに消化管内を進んでいき、小腸に到達すると、小腸から出てくる消化酵素によって最終的にアミノ酸になります。口から入った脂肪は唾液では消化されずに、そのまま食道を通過し胃に到達しますが、胃でも消化はされません。そのまま消化管を進んでいき、胆のうから出てくる胆汁でも消化されず、膵臓から出てくる膵液によって消化されます。さらに消化管内を進んでいきますが、これ以上消化はされず、脂肪酸とモノグリセリドになります。